松田千秋、松田千秋、松田千秋、1896年、明治29年9月29日から1995年、平成7年11月6日は、日本の海軍軍人、海兵44期、戦艦、大和第三大艦長、最終階級は、海軍少将。1896年、明治29年9月29日、 熊本県か本郡に生まれる、旧制熊本県立か本中学校を経て、1913年、大正2年9月3日、海軍兵学校44期に100名中89番の成績で入学。1916年、大正5年12月11日、95名中14番の成績で卒業。少位候補生となり、総工巡洋艦常盤に乗り組み、 練習艦隊近海航海に出発し、1917年、大正6年3月3日に帰着。4月5日、練習艦隊遠洋航海に出発し、8月17日に帰着。8月19日、巡洋戦艦、春名乗組。12月1日、海軍将尉任艦。戦艦、河内乗組。1918年、大正7年8月15日。 巡洋戦艦、春名乗組。11月9日、総甲巡洋艦、東乗組。海軍将移行補正指導官府を務め、1919年、大正8年3月11日、練習艦隊遠洋航海に出発し、7月20日に帰着。8月5日、総甲巡洋艦、あさ乗組。12月1日、中尉に進級し、 海軍水雷学校普通科学生。1920年、大正9年5月31日、海軍法術学校普通科学生。12月1日、三島駆逐艦、夕立乗組。1921年、大正10年12月1日、巡洋戦艦、混合分隊長心得。1922年、大正11年12月1日、大尉に昇進し、 海軍法術学校高等科第22期学生を拝命。1923年、大正12年11月29日、海軍法術学校高等科優等卒業。12月1日、一等駆逐艦、上風法術長剣分隊長。1924年、大正13年12月1日、戦艦、道の区分隊長。1925年、 大正14年12月1日、海軍法術学校教官。1926年、大正15年12月1日、海軍大学校講師、第26期入校。1928年、昭和3年11月6日、海軍大学校22名中、第12位の成績で卒業。12月10日、海軍少佐に進級し、 海軍省人事局第1課に勤務。1929年、昭和4年5月1日、アメリカへ、語学留学。1930年、昭和5年5月1日、在アメリカ大使館府海軍駐在部官府補佐官。日本海軍の中米経験者では、珍しく堅くなまで反米主義者だった。1931年、昭和6年5月1日、基調し、 7月1日より、軽巡洋艦、基礎法術長。9月7日、海軍省軍令部第一班第一課。軍令部の改編に伴い1933年、昭和8年10月1日、軍令部第一部第一課。大和型戦艦建造の基本構想に関わる。11月1日、参謀本部員を兼務。11月15日、中佐に昇進。 1934年、昭和9年4月2日、参謀本部員を免じられ、11月15日に、海軍省軍務局、第2回移動。1935年、昭和10年、軽巡洋艦、阿武熊副長。11月21日、海軍大学公共官係第3艦隊参謀。12月1日、大佐昇進。12月15日、 シナ方面艦隊参謀。1936年、昭和11年1月、当時の内務省警保局特別警察部が作成した、海軍士官洋艦師人物という極秘資料には、松田の名も記載されている。2.26事件に加担した、陸軍青年将校の思想に同情的と見られていた、ためで外資料に掲載された、海軍士官数名は、事件後に、 予備役編入の処分を受けた。1938年、昭和13年8月25日、水上規模艦、新遺艦長。1939年、昭和14年1月14日、軍令部第3部第5課長。1月25日、県大本営海軍報道部、第2課長。1940年、昭和15年5月22日、 欧米各国出張。10月1日、総力戦研究所所員。面接のスタイルを日本で初めて導入した。1941年、昭和16年9月1日、標的艦、摂津艦長。航空攻撃に対する相関マニュアルである、爆撃回避法を作成した。1942年、昭和17年2月10日、連合艦隊司令部 連合艦隊参謀長のうがきまとい中将は松田が結婚する際にナコードを務めた。2月20日、戦艦、ひなた艦長、ミッドウェイ作戦前に戦艦、ヤマトで行われた第二弾作戦図上演習では、米軍の指揮を担当した。米機動部隊はハワイから出撃してくる可能性があったが、松田が出撃させることはなかった。12月10日、 連合艦隊司令部府。12月17日、戦艦、大和第三代艦長。1943年、昭和18年5月1日、海軍少将。9月7日、軍令部第一部第一課出資権大本営参謀。10月15日県海軍省出資。1944年、昭和19年5月1日、第四航空戦隊司令官。 第四航空戦隊は、航空戦艦へ改装された、戦艦、日向、伊勢を率いていた。1945年、昭和20年2月、北号作戦を実施。松沢部隊を艦部隊と命名し、正海権を失った海域で、同艦隊に大量の物資を積載しての、シンガポールから本土への輸送作戦を行い、敵の攻撃を二度受けたが、 近隣のスコールに隠れることができ、無事輸送を完了した。3月1日、軍令部出資。3月10日、海軍航空本部出資。3月20日、横須賀海軍航空隊司令。終戦を経て11月1日に、予備役編入。戦後は、株式会社松田カルテックスを経営。カード書類のランダム自動抽出装置をはじめとする、発明に専念し、 発明品で100以上が特許権、実用新案件を取得し商品化がなされた。1995年、平成7年11月6日死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。